ここに一つの物語がありますある物語その人は日々を少々退屈に思っていました生きていくには不足なく決して不幸ではないだけれど何かが足りないそんな気持ちでいました何かいいことないかな そんな言葉がいつしか口癖になっていましたある休日何気なく通りかかったお店のショーウィンドウにキラリと光る一つのジュエリーそういえば私最近ピアスをしていなかった帰り道その人の手の中には小さな紙袋がありました本物のダイヤモンドのジュエリーを手に入れるのは 初めてのことでした少し高価な買い物をした自分をなんだかちょっと誇らしく思いました夕暮れの部屋の中にはいつも通り浸透としておりましたいつものドレッサーに向かい手に入れたばかりの小さなダイヤモンドのピアスをそっと耳につけてみました薄暗い部屋の中でも 小さなピアスは驚くほど美しく輝き鏡の中の自分が何だか別の人のように見えました明日は髪を上げていこう月曜日いつもの時刻いつもの電車いつもの車両を待つその人その人はすっきりと額と耳を出しておりましたあらあんなところに花があったかしら 少々広がった視界に新しい景色が飛び込んできたのでしたジュエリー makes you happy ジュエリーはあなたを幸せにするこの言葉は私が小さなお店をスタートした時から大切にしている言葉ですこの物語の中のその人は小さなジュエリーに出会って 鏡の中の自分にちょっと自信が持ててそして日常の中に小さな幸せを見つけることができましたではなぜそれを幸せだと感じたのでしょうか私はそれが美しいものだったからだと思います美しいものを手に入れて自分もちょっと美しくなれた そういうい気持ちはは特にににに女性にとっては本当に大きななエネルギーになります私の祖母は95歳で亡くなったんですが本当にずっと出かけるときにはいつもちょっとだけ口紅は刺してあのおめかしをして出かけていましたあの年齢を重ねてもこう美しくありたいという気持ちそういう喜びっていうのはなくなることがないんだと思うんです美しいジュエリーがあったら 欲しいと思う美しい花が咲いていたらなんて綺麗なんだろうと感動する美しい夕焼けが広がっていたら涙が出そうになるそういうふうに美しいものを見たときに反応する脳の部分と美味しそうなものを見たときに反応する脳の部分っていうのは同じなんだそうですわあ美味しそうだな食べたいという欲求とわあ綺麗だな欲しい そういう欲求は同じだということなんですこれはあの本当に人間の本能的な欲求ですよねだから人の心を捉えて話すことがないんだと思うんです人は美しいものを大切にしようとします海辺で きれいな貝殻を拾ったらちょっと拾ってどこかに取っておこうかなと思ったり美しい風景のポストカードが届いたら捨てないでどこかに貼っておこうと思ったりそうやって美しいものっていうのは決してゴミになることがありません長く残って価値のあるものとしてずっと時を重ねることができると思うんです これは美しいものの力ですさて、この物語にはまだ続きがありますその人はもう一つジュエリーが欲しくなっていましたピアスを身につける習慣ができたら今度は胸元が少し寂しく感じるようになっておりました 再びあの店のドアを開けました。今度はネックレスが欲しいと思っているんです。この間のピアスはダイヤモンドのピアスでしたね。ところでお客様はどんなことがお好きなのですかお花、海、冒険のような旅、青々とした空。私は何が好きなんだろう 会社からの帰り道に決まって通る橋の上から見える大きな夜空が頭に浮かびました月は毎日表情を変え星はどんな時もきらめいておりました夜空を見上げることはとても好きかもしれませんそれならばこの間のダイヤモンドのピアスを星に見立てて南十字星のネックレスなどはいかがですか 南十字星はこの辺りからは見えなくてもっと南の方へ行ったら見ることができるのですその昔ヨーロッパの航海士たちはこの星を目指して航海をしたのだそうですいわば道しるべとなる存在ですね道しるべという言葉が耳に残りました次の日その人は 南十字星のネックレスを身につけておりました「そうだ次の休暇には南の島に旅に出ようかしら」その日暖かな南の島の風を一日中想像していたのでした「ジュエリー makes you happy」再びこの言葉に戻ります 今度はこのハッピーについいてて少し考えてみようと思います。先ほど私は美しいものは人に幸せを感じさせることができるというふうに申し上げましたがそれでは人は美しいだけで満足するのでしょうか例えばこう素敵だなと思っていた人と食事をすることになってでもなんだか話があまり面白くなかった2度目のデートはあるでしょうか 私だったら会えば会うほど話が尽きない人の方がいいです美しいものというのには魅力があるけれどそこに創造性があったらもっといいということです小さい頃母が私にしていてくれたことがありますそれは私が眠りにつく前に日本を読んでくれることではなくて タッチ話というのをしてくれましたタッチ話っていうのは例えば母が最初にお話を作ります昔々ある女の子が森の中に住んでいましたその女の子は花をいっぱい育てていましたタッチ私にタッチしますそうすると私は続きを作ります その女の子はそのお花で大きなサラダを作りましたそして森の動物たちとパーティーをすることにしましたタッチ私は母に今度タッチをしますこうやってお話はどんどん続いていきます想像のお話というのには終わりがありません皆さんもきっとあの経験があると思うんですがジャングルジムで宇宙船ごっこをしたら本当にジャングルジムが宇宙船に見えたり 砂場でおままごとをしたら砂のお団子が本当においしそうな料理に見えたり大人になってそういう遊びをすることがなくなってもそういうことがすごく楽しいことだったという経験は皆さんの中にもあると思います創造性を持って生きていくと何にもない世界でも何でもある世界に変わるんです私は自分が作ったジュエリーが 誰かの手元にわたってそこからその人自身のストーリーが始まっていくようなそんなジュエリーを作りたいといつも思っていますちょっと例を挙げてみますこれは私の代表作ウナストーリアある物語というリングです回廊の中に男性と女性が向かい合っています ちょっと考えてみていただきたいんですがここがどんな風景に見えますか私がこのリングを人に見てもらうときに必ずこの質問をしますそうすると本当にいろいろな答えが返ってきますこの向こうに夜空と満天の星が見えるとか海が見えるとか 日の光がたくさん注ぎ込む明るい庭が見えるとか本当にいろいろな答えが返ってきます見えるものっていうのは本当に人によって違うんですねそして私はこういうふうに質問しますこの2人はそれからどうなると思いますかこれも本当にいろいろな答えが返ってきます男性の方がやっと会えたねという そんなふうに答えてくれた人がいましたその人はもしかしたら誰かとの再会を心の中で願っているのかもしれませんもう一つ返ってきた答えがありますこの二人は今は赤の他人でこれからゆっくりとすれ違うのだけどこのすれ違う瞬間2秒だけ目が合うこれは私もちょっとびっくりした答えでした 多分その人はこうまだ見ぬ誰かとの出会いを心のどこかでこう望んでいるのかもしれませんいくつかのジュエリーがコーディネートされるとストーリーはもっともっと深みを増していきますここには月のモチーフのピアス星のピアスガストーのネックレスが加わりましたさあどんなストーリーになったでしょう 綺麗な月が出ている夜星がきらめいていてガストの明かりがあなたの足元を照らしています暗い帰り道でもガストの明かりっていうのはポツンポツンとこう行き先を示すように明かりを灯してくれてちょっと心が温かな気分になるかもしれません次にこんなコーディネートだったらどうでしょうか これは窓のピピアアススとお花のピアスそしてフルー外をの覗くとお花が太陽の光を浴びてキラキラと輝いていてフルーツが艶やかに実っています小さな蝶が香りにつられてやってきたようです「アプリラフィネストラ」というのがこの窓辺のピアスのタイトルなんですが それはイタリア語で「さあ窓を開けよう」「何かを始めよう」という意味の言い回しです何かを一つ始めようそうすると一つの花が咲いて何かを実らせることができるかもしれないこれを身につける人はもしかしたらそんなふうに感じてくれるかもしれません次に羽ペンのネックレスと「アモーレ」 愛という言葉がが綴られたたリンクが加わりました、うん、こういうコーディネートだったらそうですねこの二人はここで愛の言葉を綴った手紙をこう手渡すのでしょうかこんなジュエリーをいつも身につけていたらどうでしょうパソコンのキーで何か文章を打っている時指を見ればこの向かい合う二人と「アモーレ」という言葉があなたを見つめています。 書書ききかかかけたた文章を、ももしかししら書き直すかもしれません。私の胸元にあるこの羽ペンはもっと愛の言葉を綴るためにあるから誰かに伝える言葉はもっと優しい空気をまとう方がいいなそんなふうに日々感じてくれるかもしれません私はこんなふうに毎日ジュエリーを選ぶときにストーリーを考えながら選んでいます 人におすすめする時もそんな風におすすめしています。今日はちょっとあの強い気持ちでいたいなと思ったので、左の耳にライオンのピアスをつけてきました。ちょっとしたお守りです。えー、私はあの何かを作る仕事をしたくて、本当にいろいろと遠回りをしてジュエリーにたどり着いたんですが、それはあの。 せっかく作り上げるものだったら長く残ることができてただただ幸せなものを作りたいと思ったからですまあ正直本当はあの最初は自分のために作っていましたやっぱり自分が好きなデザインを作って自分で身につけてそれが本当に幸せだと思ったからですこの、U、は私自身だったんです けれどこう私が作ったものが誰かの手に渡るようになっていったときにその人が本当に笑顔になって帰ってくれてまたしばらくするとそのジュエリーがすっかりその人の一部のようになってまた笑顔で帰ってきてくれるそういうふうになっていくと私は何十倍も幸せをいただくことができました幸せは循環すると私はそのときに気づきました。 私はこう社会を大きく変えたり誰か困っている人を助けたりそういう大きなことはできないんですがせっかく作るものだったら誰かを笑顔に変えることができてその人の笑顔が少しでも増えてその人の周りの人も少し笑顔になってそんなふうに幸せが循環していくそういう幸せの循環のきっかけとなるようなものを 世の中に少しずつ置いていきたいなと思っていますさてさっきのお話なんですがまだ続きがありますおばあちゃまその宝石箱の中を見せてその人は小さな少女を膝に抱いておりましたいいわよ おばあちゃまの大切な大切な宝物なのよ美しく年を重ねたその手にはすでにいくつかのリングが輝いておりましたこれはね天の川のリングなのよほらたくさんの小さなダイヤモンドが散りばめられているでしょうおばあちゃまがまだずっと若かった頃にね南の島でそれを初めて眺めたのよ本当にたくさんの星が 白い雲のように広いお空を流れていたのおばあちゃまはまばたきするのも惜しくてずっとその空を眺めていたわ小さな少女は宝石箱の中の輝くジュエリーたちを目をまんまるにして覗き込んでいましたおばあちゃまはすごいねこんなにたくさんの宝石を持っていて一度にこんなにたくさん買ったわけではないのよ おばあちゃまは自分に少しずつの贈り物をしてきたのお仕事をこれだけ頑張ったから一つ記念にしたいことがあったらまた一つって少女はその人の美しい瞳の中を覗き込んでいました。